センチュリオへ索敵による支援を行う。了解、レーダー起動、敵の位置を探ります。分かったわ。よし、出るぞ。敵が迎撃を開始。当たると思って。分かったわ。差し上げますわ。痛くしますわよ。当たると思ってる。殺そうかな。この程度なら。ベルガー様。危なかったな。まだやれる。大丈夫、損傷は軽いぞ。
くない。キングの道を開けろ。奴らは雪に慣れていないようだな。ひれ伏せ。キングの道を開けろ。キングの力だ。見つけられねえだろ。出直してこい。やられるわけにはいかん。別な場所はないですか。もらった。これが私の実力だ。目標撃破、その調子です。行くわよ。衛星兵、絶対に死なせない。しっかりして。操縦は任せてください。この程度の寒さ。行くわよ。分かったわ。許してね。やりましたね。行きますよ。
ありがとう。よし、出るぞ。やり遂げる。教えてくれる。前進する。やり遂げる。よし、出るぞ。装甲車、負傷者と民間人を後方へ。やがったぜ。なんだあの二人は。帝国兵
なの？見た目に惑わされるな。あれは熟練の兵士、そういう兵器なんだ。目的は果たしましたわ。そろそろ引き上げますわよ。うるせえ。お前に指図されたくないんだよ。逃げやがった。どうするクロード、追うか。いや、今は民間人の保護を優先する。戦闘態勢は維持したまま周囲を警戒してくれ。だがこれでキグナス艦隊の位置を敵に知られてしまった。容易に追撃はできないはずだが、敵の出方によっては厳しい戦いになる。先ほどは見事な活躍でした。司令部からの褒章をお受け取りください。民間人の皆さん、クレバスに気をつけてゆっくり進んでください。よかったわね、センチュリオンへ収容許可が出て。ああ、軍事機密の塊みたいなこの艦に民間人を入れるなんて。普通の艦長ならどう説得したって絶対に首を縦には振らないよ。ん？ラズ、どうかしたか？いや、あの島民の中に気になる奴がいて。またナンパの計画？ほんと、ところ構わずね。ちげえよ、野郎だ野郎。じとっとした目で睨みやがって。おいお前、そっちは立ち入り禁止区域だ。すみません、俺字が読めなくて。こっちだ、前の者の背中に続け。ありがとう。しっかりしろ。もう少しで暖かい部屋に入れるんだ。はい、ありがとうございます。カイ、どうかしたのか？あ、いや、なんでもない。ひどく痩せていたから心配になっただけだ。そうか、ならこの場は頼む。私は禁止区域の見回りをしてくる。わかった。いや、待たせてしまったかな。私は堅苦しい軍令などとは縁がなくてね。君も楽にしてくれたまえ。ハインリヒ・ベルガーだ。ベルガーと呼んでくれていい。帝国に飼われている
一介の科学者だよ。私の見立てでは、君は回りくどい口説き文句を好まない男だ。故に単刀直入に行こう。クラウス・ボルツ、君に私の部隊ゼクス・オールを率いてもらいたい。ジークバル海戦の責任を押し付けられ、実力に見合わぬ補給部隊に回された悲劇の中佐だが、私は知っているぞ。君はこの帝国内で最も優秀な指揮官だ。あいにくだが、俺は好みがうるさくてね。女も部下も。それに敵もだろう。ファム・ファタールと呼んでいるそうだね。君の予測通り、今は代表養生にいるらしい。彼らに随分ご執心だそうだが、今の補給部隊では二度と相対できまい。君がもたらした代表用海岸での艦隊目撃情報は戦局を変えるほどの重要な情報だ。だが脳細胞の凝り固まった上層部の老人たちは陸を進む船など半信半疑。むしろ君の気が狂ったと厄介者を左遷する格好の口実にする始末だ。このままでは君のファム・ファタールは連邦を救う勝利の女神になってしまうだろう。だが私のもとに来れば、代表用のあの艦隊イー小隊とも思う存分戦うことができる。何と言われようと、可愛い部下を見捨てて他の部隊に乗り換える気はねえぜ。ああそうだったな、君の有能な戦車部隊アオスブルフ。彼らが危機に陥っていることはもちろん知っているだろうね。なんだと。上層部の老人たちは暴流とはいえ、名門ボルツ家の血を引く君に手出しはできない。故に腹いせとして君の大事なアオスブルフを解体し収容所送りにする算段を立てているとか。しかし私はこう見えて上層部に多少の影響力を持っていてね。アウスブルフの隊員たちの身柄はゼクスオールで引き取る根回しを済ませてある。全て終わればアウスブルフは勲章付きで晴れて陸軍の先鋒部隊に復帰できるだろう。そうまでするあんたの望みは何なんだ。簡単なことだよ。いい正体を追い、彼らを殲滅してくれればいい。さあ、引き受けてくれるね。部下の命運と引き換えか。分かったよ。お前の口車に乗ってやる。ただし、ファム・ファタールとの仰せにはそれなりの装備が必要だぜ。当然だ。資金に糸目はつけん。最高級の一品で装いたまえ。さて、そうと決まれば紹介したい者がいる。紹介？諸君、入ってきたまえ。フォルセ君だ。彼には君の参謀を務めてもらう。とびきり優秀な若者だよ。
そしてニコラとキアラ、二人はこの可憐な容姿からは想像できないほどの戦闘能力を秘めている。私の最高傑作の一つだよ。大いに役立ててくれたまえ。では改めて、ようこそ帝国科学院特務試験部隊ゼクスオールへ。クラウス・ボルツ君、我々は君を歓迎する。私の部隊をよろしく頼む。おや、まるで測ったかのようなタイミングじゃないか。諸君にサプライズだ。とっておきのゲストを紹介しよう。彼女はクライマリア、未明麗しき最終兵器、現代によみがえったバルキュリアだ。バルキュリア。九章、吹雪の魔女。みんな聞いてくれ。 E 小隊に加わる新しい仲間を紹介する。あずさ月影よ、嗅覚には自信があるの。戦場でも役に立てると思うわ。ハンナ・キャロルだよ、よろしくね。ほら、あんたも喋るときは腹から声出しな。標的は想定した通りの航路を進んでいる。これ以上の情報はない。知っていることは全て伝えた。また連絡する、兄さん。見渡す限り氷の海。我が故郷ながらいつ見ても色気のない景色だ。だがよ、あの艦が一隻あるだけでぐっと魅力が出ると思わないか。独り言が多いな。お前さんに言ってるんだよ、ホルセ特務隊。これから嫌でも生死を共にするんだ。少しは仲良くやろうじゃないか。作戦を確認しておきたい。目的は敵艦のダッシュ。それができない場合は撤退で深追いはなし。これでいいんだろ。ダッシュ重視ってのがちょいと謎だが、ま、いいさ。作戦自体は面白くて気に入ってる。敵の雪上巡洋艦、船とはいえ俺からしたらあれも戦車だな。何しろあのでかい船体で氷の上を走るんだ。大したエンジンを積んでやがる。問題は艦に取り付くまでの雪上戦だな。だがそのあたりどう戦うかもあんたのことだ。もう考えてあるんだろ。軍の中であなたほど雪上戦の経験豊富な人はいない。
その能力と経験をフルに生かしてもらう。やれやれ、ようやくまともに話してくれたか。怒るなよ。お前の思うまま雪の上でワルツを踊ってやるからよ。しかしこのゼクスウォールって舞台はとんだくせ者ぞろいだな。まあトップのベルガーがあのうさんくささだからさもありなんだが、あの二人組の娘ずっと俺を監視してやがる。またその気配の消し方がうまくてな。ありゃ相当あの親父に仕込まれてるぜ。珍しく今は見張ってないみてえだが。でお前さんはどうなんだ、あの二人と同じか。やれやれ、まただんまりか。ニコラとキアラは彼女を護衛している。ん、彼女、ああクライマリアか。彼女は今回の作戦には参加しない、奥の手だからな。あのお人形さんが奥の手ね。あいつが何者なのかは知らないが、色仕掛けなんてオチはごめんだぜ。彼女はあれはこの世界にあってはならない兵器だ。この缶に入れたなどと上層部に知られたら報告書では済みませんよ。報告書や私の釘で20を超える民間人の命が救えるなら結構なことじゃないですか。まったく、あなたという方は。ご報告します、ただいま民間人21名、艦を出ました。シュレン総長らが最寄りの町まで護衛につき、ご命令通り食料も持たせています。食料まで。ご苦労様です。護衛が戻り次第航行を再開しましょう。艦長、お昼の時間です。今日のランチは艦長のお好きな。あら、失礼しました、作戦会議中でしたのね。いいえ大丈夫ですよ、停泊中にいただいておきます。ほほう、今日はキドニーパイですか。ブライアン、ウォレス君も一緒にいかがかね。私は結構です、増物は苦手でして。あの艦長、まさかここで食事を。ええ、見晴らしが良くて食事が倍は美味しく感じられますよ。はあ、ウォレス大尉、艦長は艦が動いている限りブリッジから降りることはありません。ずっとブリッジで過ごしてるんですか。そこの寝袋やこの椅子もなかなか寝心地がいいものです。 お体に触ります。せめて寝る時くらいはベッドで。ウォレス君、私は一度
艦を失っているんです。先の大戦で勝利を収めた海戦からの帰路、敵艦の待ち伏せを受けましてね。その時私は寝酒にウイスキーを一杯煽ってベッドで眠り込んでいました。もしも私が艦橋にいたなら奇襲に気づけたかもしれない。もっと早く迎撃命令が出せていたかもしれない。だからもう二度と同じ後悔はしたくないんですよ。まあシャワーくらいは浴びていただきたいものですがね。モーガン艦長。へえ、機関部の整備、F 小隊ではこの手順でやってるんですね。悪いか。いえ、そうじゃなくって、 E 小隊で戦車整備するのは僕だけなんで。他の人の作業を見るの新鮮なんです。さすが手際がいいなって。口を動かさず手を動かす、これが素早い整備のコツだ。しかし話は戻るが、あの噂やっぱりダンさんも気になります。あいつが必死に隠してる秘密、気にならないわけないだろう。ですよね。一体何を隠してるのか。みんなご苦労様。ロナルドも怪我はもういいのか。ええ。慣れない艦内での整備だ。何か不都合があれば言ってくれ。不都合なんて、ここはまるで動く兵器工場ですよ。豊富な資材、整った設備、これ以上望んだら罰が当たるな。そうか、よかった。なら作業を続けてくれ。邪魔して悪かった。あ、待ってください先輩。ひょっとして先輩なら知ってます？ん？知ってるって何を？ラズさんが隠してる秘密のことですよ。ラズの秘密？はあ、ラズ、静かに。俺のタバコが何だって。僕が言ってるんじゃない、みんなが騒ぎ立ててるんだ。誰が言い始めたんだか、君が禁煙してる理由がちょっとした噂になって。彼女に振られたからだとか、僕の命令だとか、はたまた不治の病を抱えてるんだとか。集まった掛け金、オートバイが1台買えるほどらしいぞ。あいつら人をおもちゃにしやがって。まあ暇なんだろうな。艦の中は平和だ。戦場とは思えないくらい。まあそりゃそうかもしれねえけど、
気。カイ、ご苦労様。全員無事に安全地帯へ送り届けたか？ああ、無事だ。食料も引き渡した。なんだよ、上の空で。大事なパンにカビでも生えたか？あら、カイ、今日の任務はこれで完了だ。部屋で休んでいいよ。悪い、そうさせてもらう。おい、カイ、どうしちまったんだあいつ。さあ、疲れが出たのかな。心配かい？別にそういうわけでもねえけどよ、調子狂うって話だ。レイリーのやつも部屋にこもりっきりだし、ったく、女はやわで困るね。敵襲か？艦内にて爆発事故発生。応急班は急行せよ。場所は士官室、ミラー少尉の部屋です。レイリーの部屋？行ってくる。すぎるってのも考えものよ。レイリー。ああ、クロード、ごめん、やっちゃった。こりゃまた派手にやらかしたな、お嬢ちゃん。あなたは機関士の？アンドレよ、この艦一のラグナイト動力の専門家。部屋で実験をしたいと言うから、器具や燃料を分けてやったらこのざまだ。ごめんごめん、久しぶりだからちょっと勘が戻らなくて。レイリー、頼むから士官室ではやめてくれ。はい、これからは機関室に入り浸ることにするわ。ならお遊びの実験は禁止だ。機関士見習いとしてきっちり働いてもらうぞ。大歓迎よ。この艦の機関部は技術者にとって宝の山だもの。宝の山？そんなにすごいものなのか？最新型のラグナイト爆縮式タービンよ。きっと一機で小国の国家予算くらいするわ。ラグナイト爆縮、なぜだろう、どこかで聞いたことがあるような。私の父さんが研究していた技術よ。ハーフェンの工場でもよく話に出てたわ。あ、なるほど、それで耳にしたことがあるんだな。私も合衆国に渡った後研究を引き継いだんだけど、どれほど高圧縮なラグナリンを生成しても完全な爆縮は実現できなかった。さすがは合衆国よ。父さんと私の研究がここまで進歩してるなんて。ああ、そうか。この船の機関部はヴィンランド製なんだっけ？ラグナイト圧縮生成炉は機密中の機密だ。俺も立ち入り禁止の開かずの区画にある。きっと理論を飛び越えるようなとんでもない発明が詰め込まれているんだろうよ。開かずの区画のメイン動力炉、気になる。最重要機密とはいえ、機
機関士でさえ立ち入れないほどの厳重管理なのか。仕方ないわよ。ラグナイト爆縮はすごく高度な燃焼制御だもの。動力炉でちょっとでも間違いがあったら、この缶が一瞬で粉々に吹き飛ぶわ。そう言ってお嬢ちゃんは時々開かずの区画の周りをうろついとるだろう。よくご存知で。頼むから二人揃ってクビになるようなことしないでくれよ。この警報敵襲。総員第一種戦闘配置。総員第一種戦闘配置。E小隊は直ちに出撃準備。指揮官はブリッジへ出頭せよ。クリック。レイリー行くぞ。うん。艦隊のしんがりを務める3番艦コメットが隊列に遅れ、その方角から黒煙が上がっています。無線は封鎖されているため通信はできませんが、状況から見て敵の襲撃を受け座礁しているものと思われます。敵の数戦力は分かりますか？帝国側勢力であるものの、装備などから正規の軍ではない模様ですが、かなり訓練された動きです。何らかの特殊部隊かと思われます。ここでコメットを失うわけにはいきません。機関最大戦速、本艦はこれよりコメットの救援に向かいます。you